今回は佃島のヒストリーについてちょっとこう1630年石川島の南の干潟発見手法を幕府からもらい受けた島があった。その田の字の島に佃島320年前から受け継がれている菓子問屋の佃匠、後に庄五郎という屋号があった。今回の主人公は住吉神社の龍神様からお名前をいただいたというチャキチャキの江戸っ子の桜木龍吉さん。佃匠11代目であるお父上藤吉氏が手掛けられたという江戸時代の佃島、中にはどれだけの歳月を要したであろう万年筆でびっしりと丁寧に書かれていた。今でこそ、はい、あんな深くなってるけど、昔は遠浅だったから、はい、僕たちなんか小さい頃あそこでアサリなんかも掘ったことあるし、みんな、はい、運動しでさ、はい、ね、はい、裸で担いでることを作らせるのは絶対できない。見せたりして現在は佃島も石川島も月島と地続きである。そんな佃島の中を通る佃堀も町の区画割りも島の埋め立ての時のまま、この辺りだけ時間が止まったような雰囲気である。取材もお家にお伺いさせていただいて取材させていただいたんですが、その後桜木さんのお家の近辺の井戸だったり、あとお家の中に井戸があって、それを今もこう使っていらっしゃるとかいうのを、何々ちゃんと言ってもそのご近所の結構ね、ご年配の方なんですけれども、昔からのお友達なので、入るよって言って入って、この人が写真撮りたいんだって。